水力防石機は、水車を動力とした防石機、水防機、イギリスの発明家、リチャード・アークライトによって開発された。ブッパータールのザ・ミュージアム・フォー・アーリー・アンディストリアリザションにある模型水力を利用した防石の機械は古代エジプト時代からあったが、面紙の生産用に設計された本格的な水力、防石機は1765年に最初に使用された。 1769年にこの技術を特許取得したリチャード・アークライトによって開発された。設計はアークライトに雇われた時計職人ジョン・ケイによってトーマス・ハイズのために作られた防石機に部分的に基づいており、当時有名なジェニー防石機より強くてより硬い糸を生産可能にした。水力を動力源とする防石機は当時評判だった。 ジェニー防石機より強くてより硬い糸の生産を可能にし工場制度の導入に大きく貢献した。水力防石機の原型となった装置はアークライトが共同経営者たちとノッティンガムに建設した工場において馬を使って駆動されていた。1770年にアークライトたちは水力を利用した工場をダービーシャー州クロムフォードに建設した。 また、これとは別の水力防石器が、1760年に、いち早く産業革命が始まっていた、プロイセンのエルバーフェルトで、漂白工場を営んでいた、ヨハン・ファインリッヒ・ボックミュールによって開発されていた。1771年、アークライトは、ダービーシャー州、クロムフォードのダーウェント側に面して建設した、面紙防石工場、クロムフォード工場に、 水力防石器を設置し、これによって単に労働者たちを一つの場所に集めるのではなく、機械を設置することを目的に建設された世界でも、最も古い部類の工場の一つを作った。この工場はまた、1日の就業を太陽の日照によってではなく、時計によって管理した最初期の事例の一つであり、従業員たちは単なる契約ではなく、雇用契約を結んでいた。 この工場は最終的には素面機を組み合わせ原料から最終製品まで様々な工程を経る連続生産を適用した最初の工場であった。アークライトは水力、水力防石機及び継続的生産を現代の雇用観光と組み合わせたため工場システムの開発と産業革命の発展において重要な役割を果たした。水力防石機は 三体のローラーによって、アライトを引き伸ばす機構と、フライヤーの回転によってよりをかけて、ボビンとフライヤーの回転差を利用して巻き取る機構から、できている。アライトの引き伸ばしは、アライトを巻いたボビンと、ローラーとの間ではなく三体のローラー間で行う。このため均等に、アライトが引き伸ばされ、この部分で糸切れを起こすことは少ない。サクソニー防車の系譜を受け継ぐ、よりかけ、 巻き取り機構によって連続的な防止が可能となった。しかし、フライヤーとボビンの間に働く強い張力が糸切れの原因になり、細い糸の防止は困難であった。水車を用いることによって必要とされる人間の労働量が減り、スピンドル数が劇的に増加した。ありがとうございます。